皆様、新年明けましておめでとうございます。本年もこんにちは荒川区をどうぞよろしくお願いいたします。2019年平成31年、最初にお送りするのは新春区長対談です。ゲストに俳人の対馬靖子先生をお迎えして、俳句の町荒川宣言から3年、俳句の裾野を広げるためにと題してお送りします。対馬先生、そして西川区長、改めまして明けましておめでとうございます。おめでとうございます。明けましておめでとうございます。それでは西川区長、まずはじめに番組をご覧の皆さんに年頭のご挨拶をお願いいたします。はい、区民の皆様、新年おめでとうございます。お元気で爽やかなお正月をお迎えのこととお喜びを申し上げます。本年も一生懸命区政に邁進してまいります。キャッチフレーズである幸せな荒川区を作ってまいりますので、どうぞお力添え心からお願いを申し上げます。ありがとうございます。それでは本日のゲスト、対馬靖子先生をご紹介いたします。対馬靖子先生は香川県生まれ、1973年日本女子大学国文学科教授中島武雄氏が主催する俳誌麦に入会され、1990年には第24代東京大学総長の有馬明人氏が主催する俳誌天意の創刊に参画されています。また2015年には文部科学大臣表彰、荒川区特別功労者表彰を受賞されています。現在麦会長、天意最高顧問のほか、現代俳句協会副会長、東京都俳句連盟副会長などをお務めになられています。さらに対馬先生は荒川区在住ということもあり、そのご縁で荒川区俳句の町宣言の起草委員会委員長など、これまで荒川区の俳句文化の振興に多くのご尽力をいただいています。それにつきましてはこの後の対談で詳しくお話を伺いたいと思います。対馬先生、本日はどうぞよろしくお願いいたします。さて本日は日本の豊かな芸術文化の一つである俳句を中心に、荒川区の文化芸術の振興策や、これからの日本、これからの荒川区を担う子どもたちへの思いなどについて、区民でもいらっしゃいます対馬先生と区長に語っていただきます。それではまず区長にお聞きいたします。はい、区長ご自身も大変俳句に造詣が深いとお聞きしています。とんでもないです。はい、これまでの荒川区の俳句振興の取り組みについて、うん、区長の思いなども交えながらお聞かせいただけますか。はい、実は荒川区と俳句というのは、はい、元禄時代まで遡るんですよ。もう元禄といえば日本を代表する俳句の聖といえる俳聖松尾芭蕉さんのところまで行っちゃうんですね。はい、で奥の細道をお弟子の空さんを連れになって、今の江東区の深川から出発をされて、そして隅田川を登ってこられてですね、でお船でそのお見えになって、今の足立区側に降りたとか、いや荒川区側に降りたんだとかって一時期ね結構議論があったんです。しかしまあそれは置くとしても、いずれにしてもね、隅田川を渡ってさらに東北に向かって行かれたわけです。芭蕉さんは江東区から出発をされて、荒川区から今の足立区に
入るか、または水路で草加まで行ったという説もあるようですが、いずれにしてもそういうことで東北を目指されたと、そう承知しております。ありがとうございます。それでは対馬先生にもお聞きしたいと思います。はい、先生には長きにわたり荒川区の俳句振興にご尽力いただいておりますが、先生が俳句と出会ったきっかけから荒川区の俳句振興に関わっていただくようになったきっかけ、また俳句への先生の思いなどをお聞かせいただければと思います。はい、私が俳句を始めたのは大学1年生なんですけれども、その時の大学の先生が中島武雄という俳人であられたので、即俳句入門したのがきっかけで俳句を始めました。でもその前にですね、私は俳句本を読むのがとっても好きな子供だったんですね。で、兄と姉がいましたけれども、家にご存知です、あの時代も家に有名な本が少年少女世界文学全集というこんな分厚い本があったんですけれども、それが30冊ぐらい揃ってあってですね、もう学校から帰るとその本を広げて、また次の日は続きを読むというようなことがとっても、楽しみの一つで、そのお姫様のお話とか、それから冒険の話とか、もうその夢のある話がですね、その本に詰まっていて、その見たこともない外国のこととか、そういうこともその本から学んだなということを、思い出しています。で、その時代はまた本だけじゃなくてですね、そんなに本ばっかり読んでた真面目な子どもでもなくて、貸し漫画屋さんもありまして、毎日その1冊10円なんですけれども、10円を手に貸し漫画屋さんにほぼ毎日漫画を借りに行って、読んでたという、女の子でした。で、そういうことがあって、中学高校と文芸部だったんですけど、そこで詩を書いたり、文章を発表したりして、その延長上で俳句というのを作り始めたんです。ですからとてもその詩から俳句へっていう、こう経過をたどったので、とてもスムーズに俳句というものを親しむことができたなと思っています。で、俳句荒川区に関わることになったのは、荒川区には須佐野神社で奥の細道八立はじめの地全国俳句大会っていうのがありまして、また本行寺でも一茶三等歌俳句大会っていうのを長い間やっておりまして、そういうことに参加したりしているうちにですね、奥の細道、千住荒川サミットにの実行委員に荒川区から任をいただきまして、5年前ですけれども、そこからいろいろ俳句宣言をしたり関わらせていただいています。とてもその区民の方と関わるっていう機会が増えて、その自分の中の俳句もまた幅が広がったような気がして、とてもありがたいなと思っています。ありがとうございます。次に西川区長にお伺いいたします。はい、西川区長は常々子どもは未来社会の守護者であるとおっしゃっていて、区政、はいはい、の中でも特に子どもたちの健やかな成長のための施策に力を入れていると伺っております。この俳句振興の分野においても子どもたちに向けての多くの取り組みをされていますが、どんな思いで取り組んでいらっしゃるんでしょうか。はい、まず子どもは未来社会の守護者であるっていうのは私が考えた言葉ではありません。これは皆さんよくご存知のケネディ大統領という方が不幸な暗殺事件で終わってしまいましたけど、アメリカの希望の大統領におなりになったんですね。そのケネディさんのブレーンでアメリカを代表される歴史学者であられた親子でハーバード大学という名門大学の教授をお務めになったアーサー・シュレジンジャーという、シュレジンガーと発音する人もいますけど、アーサー・シュレジンジャーという初代の方と、その後にジュニアとつく2世2代目、この
父子がですね、アメリカを代表する立派な歴史学者でいらっしゃったわけです。で、このシュレジンジャー先生が日本に、ケネディ政権がああいう不幸な終わり方をしましたが、その後歴史学者として日本においでになったんです。で、札幌から始まってですね、最後九州まで日本国内4カ所で5公演をされたんです。で、私はそれにお供して、4カ所それぞれ違うお話でしたが、その中で歴史学者のシュレジンジャー先生は、子どもは未来社会を守る守護者なんだ、だから教育は何より大事なんだということを4カ所で必ずおっしゃったんです。で、私はそのことに打たれて、そしてこれを自分が政治家になったらそういうことを主張していこうということを決意しまして、ずっとやってまいりました。したがって子どもを大事にしていくっていうのは、我々はいずれこの世から去るわけですが、その後しっかり子どもたちが守ってくれるという期待は我々の責任で、子どもさんたちをしっかり立派に素晴らしい能力を広げていただくようにする責任があると思って、自らに言い聞かせる意味もあってよく申し上げている言葉です。はい、区では平成20年から矢立て始めの地を冠した子ども俳句相撲大会も開催していますが、どんなふうにご覧になっていますか？とても生き生きとした、ね、表現をしていますよね。はい、私たちうちわを2つ持ってね、はい、小学生のね俳句相撲大会っていうのがあるんです。土俵を築いてね、呼び出しさんが国技館みたいに呼び出して、そうすると坊ちゃんやお嬢ちゃんがね、長い紙にね俳句をね、ご自分たちの俳句を書いてね、買って見せて、それで読み合って、それで我々うちわを持ってて、白と赤と東西、東西、東と西パッと上げて、ね、それが、ね、大垣の、ね、俳句大会からやり方を学んで、ぜひうちも子どもたちにそういう相撲大会で楽しんでもらいたいということで、西と東でやってるんですよね。大垣の子どもたちも毎年3組でしたっけ？そうです。ゲストで、お呼びして、とても上手なんですけれども、荒川区の子どもたちもどんどん上手になっていて、もう優勝を争うぐらいに毎年どっちが勝つのかな、楽しみな大会なんです。ぜひ多くの人に観戦していただきたいです。子どもたちの俳句の表現とかどのようにお感じになりますか？そうですね、子どもたちの俳句はその相撲大会に向けてはこう台といいますか、春の川とか桜とかこう台を出して作ってもらうんですけど、まあ本当にこう大人のね、桜はこうだとかいう先入観なくして、とてもこう、なんていうか気持ちのいいといいますか、まっすぐなといいますか、汚れがないといいますか、そういう気持ちの可愛らしさがあふれていて、そしてそれぞれにパフォーマンスするんですけれども、それが工夫していて、こう衣装とか、紙吹雪とかこういろいろあってですね、なんか可愛いなと思いながら、いつもでもその可愛いだけじゃなくね、とてもいい句があるのでね、毎回いい句が誕生しています。審査委員長として温かくこれからも見守っていただきたいですね。はい、ありがとうございます。また先生は中学生とのバスツアーで俳句などもなさってますよね。はい、
中学生になるとですね、やはりこうちょっと大人顔負けなあの句を作るんですけれども、でもそうじゃない初めて作る中学生も多くてですね、そうするとまず見たものを読んでごらんってこうみちみちこう行くとですね、ああなるほどと言ってあのたくさんできたできたって言って店に来たりするのが面白いです。この荒川区が子どもたちに向けて、まあ、俳句を通して文化振興を図るというこの環境をどんなふうにお感じになられますか？あの先ほど区長さんが、子どもは未来の守護神、未来社会の守護者とおっしゃられましたけど、はい、そのねあの区長さんのお考えが結の森とか、その結の森にあるその児童書の何万冊という児童書とか、あのあとあの図書読書の街宣言もされましたよね、先ほども言いましたように私もこの本を読むってことであのとてもその将来その直接には関しなくてもあの将来とてもあのいろんな道でねあの役に立つ道がこう豊かになっていくっていうことを実感していますので、この結の森とかそのぜひね皆さんたくさん利用して、本に親しんでいただいて、でその延長上にねあの、まあ、俳句相撲大会とかこういろいろありますけれども、あのそういう中で俳句っていうその俳句っていうのはもう世界で一番短い詩ですので、学校で習うだけではつまらない、あのぜひねあのご家族でねあのおじいちゃんおばあちゃん、それからお兄ちゃんお姉さんからちっちゃい3歳ぐらいからもう俳句ってできますからね、あのご家族で例えばどこか遊びに行った時などあの小さいノートで、順番に1個ずつ作っていって、次お母さん次お父さん次私みたいにして作っていくとですね、とてもいい思い出になるんですね。であのそれはあの写真ではなく写真とはまた違ったあの一場面一場面があの濃く思い出されるあの思い出になるのでね、あの俳句は習って、ないけれどもみんなができるものだということで、例えば年賀状に一句ずつ書いてみるとかですね、まずぜひそういうふうにあの子どもたちも俳句にまずあの作ってみて親しんでもらうっていうのが私の希望ですね。先生もご家族で作られたりもこのそうなんですあの昔はですね、子供が小さい頃はそれこそ家族で、あの1年に1回とにかく1句作りなさいと言って年賀状に家族分あの印刷したりしていました。もう大人になったらもう言うことを聞かないのであのあれなんですけど、でも最近はまたねあの大人になってなったらあの、まあ、俳句ブームもあってでしょうけれど、俳句に目覚めたみたいで、あの一緒に作ろうっていうとあの一緒ななんかこう富士山のところに行ったりするとまた一緒にあの順番で俳句を作って、でそれを清書してまた読み合うとですね、とてもこの感慨深いんですよね。だからあのとても楽しくあの俳句にあの取り組めると思います。そうすると、はい、津島先生ありがとうございます。さらに荒川区では荒川区の財産でもある俳句を荒川区の魅力として積極的に区内外に発信する取り組みを進めていますよね。都電で俳句っていうのも、そうですよね、あの都電で俳句はあの区外の方に、あのなるべく来ていただきたいというあのことでやっています。あと荒川俳壇もありますし、 あと何よりもあの南千住に芭蕉像が立ったのが ねとてもあの駅前に よかったですよね。そうですね、あの先ほどもあのその芭蕉がどちらで降りたかっていう議論になりましたけれど、はい、もう南千住に芭蕉像があの大きく立ちましたので、私たちは堂々とですね、あの南千住から芭蕉は出発したと、あの揺るぎない心で言うことができるなと思っています。すごい出来事があったんですよ、あの欧州共同体 EU の大統領をお務めになったロン・パイとおっしゃるこの
ベルギーだったかな、はい、ファン・ロンパイさんですよね、はい、あの先生にもお立ち会いいただいたんだけど、芭蕉さんの南千住駅前の銅像にね、ぜひ行ってみたいと。で、どこかでそのことをお知りになってね、でご案内したですよ、はい、そうしたらあのその銅像にお触れになってね、それで周りに中学校のお嬢さんたちが、珍しいじゃないですか、テレビカメラがたくさん来てね、だって EU の前大統領ですからね、俺で通訳の人がね、こういうわけで今お見えになってるって言ったら、その中学校の女の子たちがね、もう物おじしないの、そばへずっと寄ってきてね、ロンパイさんと握手したりね、あの俳句の話分かるか分かんないかで、通訳の人が一生懸命ね、ロンパイご夫妻にご説明なさってね、すごかったですよ、うん、だからやっぱり荒川区って俳句が根付いてんだなと思いましたね、うん、ファン・ロンパイさんってお呼びしていいのかな、ファン・ロンパイさん自体が俳句を作られる方で、あの句集も出してらっしゃるんですよ、あのオランダ語とかですけれども、あのですから、あの、まあ、俳句にとてもこう俳句を通してこの世界とかヨーロッパとか、そのつながっていこうという気持ちの強い方ですので、訪問していただいてよかったなと思っています。そうですね、うん、光栄なことでしたね、うん、あ、その時にですね、そうそう思い出しました、私もあの、区長さんの表敬の時にご一緒したんですけれども、とにかく荒川区の職員の方がですね、もうずらっと玄関からこの部屋までずっと並んでですね、ずっと拍手してくださるんですよあの通ると、もうそれがね、もうファン・ロンパイさんも私もですけれども、とっても感激したので、そのなんかこうお出迎えするその温かい気持ちがね、さすが荒川区だなと思った。今でもやってますよおもてなしがやっぱり俳句を読む上でも荒川区って本当に魅力がたくさんじゃないですか。そうなんです ね、あのちょうどあの少し前ですけれども、今度のあの2月号に出るんですけれども、NHK 俳句のテキストありますでしょ、あれであの 旅を読むっていうコーナーで、今度荒川区を取り上げていただくことになって、はい、ちょうど1日かけてずっと全部回ったんですよ、で俳句作りながら私が、で、あの改めてですね、もう荒川区のその伝統的で古いものと、江戸時代から続く古いものと、それから世界に向けて何か発信しようという新しいものと、それから俳句というものを通して、文化 を豊かにしようという、そういう気持ちがね、もう全部こう一日で、味わってですね、ますます荒川区が好きになりましたそうですよね、ちょっと俳句というと敷居が高いようなイメージもありますけれども、はい、荒川区では子どもたちから親しめる環境があって、あと多分区民の皆さんのこう明るい元気あふれるパワーもあると思うんですけれども、皆さんこう楽しんで俳句を作ろうみたいな空気が区長ありますよね。そうですね、ちょっと唐突に聞こえるかもしれないけれど、小林一茶さんがね、荒川区の本行寺という日暮里 の山の上にね、たくさんあのトレインミュージアムってニックネームがついていて、下にね新幹線から何からたくさん通るところ、電車好きの子供がみんなその網に、しがみついてね見てるんです。その橋を渡った右角がね本行寺というお寺でね、なんとなんとここにね小林一茶さんがね若干下宿をしたとかね、投入したって ね話ですね。それからずっと時代が下がって例の三等家さんがね、うん、お見えになった。だからね荒川ってね、うん、ものすごいんですよ、そういう意味でね、うんうん、だからそういう意味でとても俳句に縁が、そうでもですね、続いていますよね、芭蕉の時代から、まあ、その前団林派のね、あの西山総員のさんの句碑もあるんですよ、あのその本行寺の裏に洋福寺で、うん、そうです、あ
あるんですよ。ですから荒川区でも銀行マップって、銀行っていうのは俳句を作りながら散歩することですけど、散歩しながら俳句を作るって言った方がいいですけれども、その銀行マップ片手にね、区碑とかそう巡っていただくと、歴史をたどりながらね、とても楽しいと思います。そしたらまた美味しい香りがしてきたりとか、そうですね、佃煮屋さんが、ね、ありそうですよね。ありがとうございます。この荒川区の俳句文化の発展のための取り組みのお話を伺ってきましたけれども、先生からアイデアとかご助言などございますでしょうか。そうですね、はい、荒川区はその俳句宣言をして、そのことがとても良かったなと改めて思っているんですけれども、その俳句宣言をした町としてね、まだ大きな、なんか子どもも大人も楽しめる俳句大会っていうのがまだ区長さん開かれてないような気がするんですけど、ぜひ開いていただくとかですね、あとなんかこう私の夢みたいな話なんですけれども、例えば俳句フェスみたいにね、荒川区のいろんなところで句会が開かれたり、俳句講座開かれたり、なんか俳句の日みたいな一日作ってですね、その日はどこに行っても俳句だらけみたいな、なんかそういうのも楽しいなと思ったりですね。いいアイデアですね。ね。そうで、もうその日はみんなが俳句を作るんだ。日本中のっていうか、有名な俳人の方もお呼びしてですね、イベントをしたりするとね、楽しいかなと思っていますね。それからですね、例えば、ゆいの森、俳句コーナーっていうの、現代俳句センターっていうのコーナーがあるんですけれども、そこはゆくゆくはですね、俳句というのは、日本の文化伝統ですけれども、今もう世界中で、ね、作られている端子形ですので、俳句っていうともういろんな言語で作られてるんですね。で、ゆいの森のその俳句コーナーの、国際の俳句本みたいなのもぜひ充実させていただいて、例えば東京オリンピックで、来られた外人の方とか、ちょっと俳句、荒川区の俳句の森、ゆいの森に行って俳句の方を見ていきたいなみたいな、そんなこともね、考えて、くれるような、そういう充実した俳句コーナーになるといいなと思っています。そうですね、これからも専門家のお立場から荒川区の俳句振興にお力をお貸しいただければと思います。こちらこそです。はい、さてここで本日の対談を記念して、対馬先生が区民の皆様に向けて新春の句を披露してくださいます。ぜひですね、この句に寄せた先生の思いなどもご披露いただければと思います。対馬先生、よろしくお願いいたします。はい、いや、もう僭越ながら恥ずかしいんですけれども、こういう句を新年、2019年新年の句ということで作ってまいりました。ものづくり、言葉を作る明けの春。ものづくり、言葉を作る明けの春って言います。明けの春っていうのは新春とか、それからちょうど金子東太先生も荒川千住芭蕉主従に花の春という何年か前に区長さんと対談された時に作った俳句で、それと一緒で、新年をことほぐ、季語の一つです。新年と同じですね。で、この明けの春っていう言い方はとても好きで、使ってみたんですけれども、このものづくりっていうのは、荒川区はものづくりの町っていうことで、このカタカナのものづくりっていうのが荒川区のなんか冊子に、荒川区はものづくりの町だということで、書いていたので、その通りだなと思いました。その銀行で回った時もですね、リヤカー屋さんとか自転車屋さんとか三味線屋さんとか伺って話を聞いたんですけれども、一つ一つがとても面白くて深くてですね、感動したんですけれども、荒川区にその伝統工芸っていうところ、ものがたくさんありますよね。で、そういうところも考えながら、
その人の手で物を作るっていうことはですね、物に作り出すということは物に命を与えるっていうことだと私は思ったんですね。で、ただ単に物を作ってそれを売るっていうだけじゃないんですね。命、物に命を与える、でその命を与えるってことは、同じように言葉を紡いでいるっていうことにつながるというふうに考えて、荒川区に思いを寄せた時に、物を作り、そしてそれは言葉を作ることなんだ、またそれは俳句を作るってことに、重なっていくという思いでこの句を作りました。ありがとうございます。とても素敵な俳句ですよね。西川区長、対馬先生の新春の句についてご感想などいかがでしょうか。まあね、ともかくね、すごいですよ。こういうものをさっとお作りになるっていうか、これご苦労もされてるんでしょうけど、職人さんの町ですからね、元はね。これはとても職人さんの町っていうことはとても素晴らしいことだと思うんですよね。荒川区のその財産といいますかね、そういう気がしています。これはテレビをご覧の方に見ていただく、こうしなきゃいけない、はい、そうですよね。本当に町工場の音ですとか、はい、こうなんて空気感とか、はい、あと職人さんのこう手の動きとか、本当に芸術というか、とにかく真剣なんですよね。そうですね。こう訪問した時もですね、お話をしてくださる方はこうきちんと対応してくださるんですけども、他の方はもうとにかく一生懸命、作業してらしてですね、その真剣な空気がとても、感動しました。ありがとうございます。ここで少し対馬先生にお伺いしたいんですが、この番組をご覧になっている皆様の中にも俳句に興味を持って俳句を始めたいと思っていらっしゃる方いると思います。そういう方に向けて先生からぜひアドバイスをいただけたらと思います。そうですね、今は本当に俳句ブーム、第何時かの何回かの俳句ブームなんですよね。ですから俳句を始めたいなと思っていらっしゃる方もたくさんいると思うんですけれども、俳句は本当に道具もいらない、それから年齢も関係ない、仕事も関係ない、もう今日から今からでも始められるものだと思います。でよくね、俳句は難しいからとかこうおっしゃるんですけれども、決してそんなことはないです。まあ、難しい面もありますから深くて広いのが俳句ですので、作りたいなと思った時にまず、季節の言葉を入れて、そして五七五のリズムを持って、言葉を入れてみる、もうそれがその人の俳句第一作になると思うんですね。で第一作ができればもう二作三作と、俳句は日記のようだとよく言いますけれども、日記を書くようにね、その日にあったこと、その悲しかったことや嬉しかったことを思いながら、こう綺麗な菊の花とか蘭の花とか見ながらですね、その言葉にしていっていただくと俳句ができて、またその次の俳句へまた作りたいなという思いが湧いてくると思うんですね。で区長さんは以前お話伺った時に、武尊の月天神貧しき町を通り蹴りにすごい感動して俳句が好きになった、はいはい、いや違うか、私ね、ってお聞きしました。まあ素人経済学者なんです。でその、アーサー・セシル・ピグーという人が、アルフレッド・マーシャルというイギリスの大経済学者の弟子ですけど、ケインズさんという有名なケインズ革命という経済学会に革命を起こした一般理論の著者であるジョン・メイナード・ケインズの兄弟子であるピグーさんが、ロンドンのイーストエンドという貧しい町をまさに月天神の日に夜に歩いて、でお師匠様のマーシャルさんに貧しい町を見て、自分は
理論経済学も大事だけれども、貧しい人を救うための経済学者でいることが大事だという趣旨をおっしゃったんですね。それで後でいろいろなやり取りがケインズさんともあったりしたんですけど、私はこのピグーとかマーシャルとかいう人が貧しい町を通ってね、まさに月天神貧しき町を通りけりなんですよ。それが我々大事な地方自治政策の根本じゃないのかと、随分若い頃そう思ったんです。で、したがってですね、簡単に言えば俳句を読むっていうことはポイントをつかむっていう能力を育てるんじゃないですか。で、ちょっとだけ時間いただいてね、簡単に言いますけど、小学校1年生の時に私ね、いちじくのポトリと落ちる水の音って俳句読んだんですよ。そしたら当時の区長さんから、大理石のね、小さい可愛いペン立てをね、向こう側の今のサンパールの区役所でそこへ呼ばれてね、いただいたんです。本当にまさに子どもの頃の俳句体験が今につながっているってことですよね。そうですね。いやだから、やっぱり小さいお子さんたちにたくさん先生を中心にご指導いただいてね、俳句の街というのはその伊達につけるんじゃなくて実践してもらうようにね、やっていきたいなと思っています。この番組をご覧の区民の皆さんにもね、ぜひこの番組を通じて荒川区の俳句の街っていうのは、そうか、力貸してやろうと、手伝ってやろうと、そういうふうに言っていただければ、それを対馬先生がまた上手にねまとめていただいて形を作ってくださる、これが今日念頭にあたってのお願いです。区民の皆さんへの、日本はもとより本当に世界の方から俳句の聖地みたいな感じで、荒川区に来ると俳句と楽しいことが待ってるぞって思っていただけるようになるといいですよね。私が感動するのはですね、俳句の街宣言をして、俳句の街のその俳句振興をしていくっていうのは、単に町おこしというだけではなく、その区長さん その区民を幸せにという発想からね生まれた俳句は、人の心を豊かにして、そして言葉をつなげて人との挨拶を深めて、そしてこう人と人とのこう触れ合いを作っていくものだという、そのだからみんなで一緒に作りましょうという、その根本がねとてもいいなと思って、少しなり何にも何かお役に立てればなと思っています。ありがとうございます。俳句を通して人と人の絆を結んでいくっていうのが、荒川区の本当姿ですよね。俳句は挨拶って言いますけれども、家族の中でも俳句で挨拶していくととても面白いんじゃないですかね。575、季語なんて入ってなくてもいいので、575でどんどんこう、挨拶していくと、家庭もなんか笑い声が絶えないんじゃないでしょうかね。それからそうだ、こう俳句を、広めていくのに、何かこういい案がないかなと思うのは、こう職場でも、それから例えば高齢者施設でも、それから町内会でも、小さなグループでいいので、5、6人でも2、3人でもいいので、俳句を作ろうよって言って、お茶飲みながらお菓子食べながら笑い合いながら俳句を作ろうよっていう小さなグループがね、どん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 できていって、皆さんがこう普通に俳句をこう慣れ親しんでいくっていうのがなっていくといいなと思っています。私はね、常々区政は区民の皆様に幸せになっていただくためのお手伝いをするシステムであるという趣旨のことを申し上げているんです。
押しつけがましいことを申し上げてるんじゃないんです。幸せはお一人お一人、今日このテレビをご覧になっている区民お一人お一人が、お一人お一人のご自身メイドの幸せがあって、ご自身が受け入れる幸せがあると思うんです。で、それを私どもがどういうふうにお手伝いをするかという中の主要な手段として俳句があるということを、先生ご夫妻からまたはいろんな偉い俳句の先生方から教えていただいてますから、今日はこの番組を通してぜひ皆さんがご自身がお幸せになっていただくために、そういう気持ちで日々お暮らしいただければ、荒川区もいろんな形でお手伝いができるのかなと、こんなふうに思っているわけです。はい、ありがとうございます。では結びになりますが、お一人ずつ今年の抱負や区民の皆様へのメッセージをいただければと存じます。はじめに対馬先生にお願いできますでしょうか。はい、そうですね、2019年こう新しい年が始まり、今年は元号も変わる年ということで、何かこうワクワクするような、なんか新しいことが始まるんじゃないかという期待感が膨らんでまいります。そういう中で私自身の俳句としましては、現代俳句センターと、私が所属しています現代俳句協会というところを通してですね、より俳句の活動を深めていきたいなという思いでおります。それから、区民の皆様も今日いろいろお話ししましたけれども、そのまず、これから俳句を作りたいなと思っている人は、もう今すぐにでもこう書き留めていただいて、そして、その俳句の輪が、俳句の町という輪が少しでも明るく明けの春として広まっていけばいいなと、今日対談をして思いました。対馬先生ありがとうございます。それでは西川区長、よろしくお願いいたします。はい、やはり区が文化政策にしても教育にしても、政治にお金がかかります。行政にはそれを、予算が窮屈だからここを削る、こんないいアイデアがあるのにお金がないからできないでは、癖を預かる者の責任を果たせません。荒川でお年寄りはゆったりと安心して暮らしていただく、子どもさんたちはのびのび未来を見て輝いてもらう、そして自然災害からも区民の命をしっかり守るというようなことを、これから行政はしっかりみんなで手を組んで区民のお幸せのために尽くしていく、それが念頭にあたっての決意でございます。ありがとうございます。それでは対馬先生のますますのご活躍とご健康をお祈りいたしますとともに、荒川区の発展と区民の皆様の輝かしい一年をご祈念いたしまして、新春区長対談をお開きとさせていただきます。対馬先生、西川区長、本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。